皆さんこんにちは、まいです。今日はおからパウダーを使って蒸しパンを作っていきたいと思います。さらにその蒸しパンでサンドイッチとフレンチトーストを作っていきたいと思います。おからパウダーはどこのメーカーのものでもいいんですが、超微粒タイプを使ってほしいです。生地がもそもそしなかったり詰まったような感じになるので口当たりが良くなります。今日はしょっぱい系甘い系両方紹介するので、どちらも食べたいという方はぜひ最後まで見ていってください。それでは調理を開始していきます。こちらが材料です。スクリーンショットを撮っておくと便利だと思います。チャンネル登録がまだの方は、美味しいダイエットレシピを見逃さないよう動画の下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをお願いします。
次はフレンチトーストを作っていきます。こちらが材料です。
最後までご視聴ありがとうございました。何かわからないことがあればコメント欄にぜひ書いてください。それではまた次の動画で。Of strength.